こんにちは。今回は、リアルミー GT ネオで完全ボルテ対応方法を解説します。この方法は、ブートローダーアンロックが必要です。前準備として、ブートローダーアンロック済みであること、ADB ファストブートコマンドが使えること、ブートローダーアンロックについては解説しませんが、ADB コマンドについてはこちらの動画を参考にしてください。上記のサイトからファイルをダウンロードします。これで準備完了です。端末の状態を確認します。ボルテの設定がありません。ここからは PC での操作になります。コマンドプロンプトでコマンドを入力します。このコマンドを入力すればスマホがファストブートモードで起動します。ファストブートモードで起動しました。コマンドプロンプトでコマンドを入力します。これでリカバリーモードが起動します。他のメーカーと違い、このような手間のかかる手順になります。ここでイングリッシュを選択します。これでリカバリーモードで起動しました。先ほどダウンロードしたファイルを実行します。実行後は自動で再起動します。それでは確認します。ボルテスイッチが出てきました。これで初期化するまではボルテが使えます。ステータスバーにボルテマークが表示されていないのはこの SIM が通信専用だからです。ただ楽天モバイルに関してはこの方法ではボルテが使えませんでした。他機種では使えているみたいなのでこの機種特有のものかもしれません。このバッチファイルがどの機種に使えるのでしょうか。ファイルの中身を見るとこんな感じです。OS のバージョンによって変わってくると思いますが、どのバージョンから使えるかは不明です。最近の機種なら使えると思いますが、ご使用は自己責任でお願いします。初期化すると再度この操作が必要になります。今回はここまでです。最後までのご視聴ありがとうございました。